はい、どうも。今日ね、ショボンのルキミン、ね、前回、ショボンのルキミンクリアしたんだけど、今回はハードモード、クリアしていこうかなと思います。ちなみにね、この183の42分ってなってんだけど、これ、前回やった後にハードモードをクリアしたのね。いや、うまく撮れてなかったんですよ、ね、録画ができてなくてうまく。なので今回もう一回やります。はい、よろしくお願いします。もうおにぎりは太るだけなんで取らないです。で、こっちリードミーは操作説明です。うん。はい。で、これは相変わらずなんで、とりあえず、こう行きます。で、うん、そうね。そう、速くなってるんですよ、こういうのも。よいしょ。で、こう行く。で、ここはもう相変わらず逃げるんで、行きます。もうさあ、ね、ここむずいわ。間違えた。いけたいけた。これさあ、もうマジでチュートリアルクリアが15分かかってないくらいだった。だから30分ぐらいかけてハードモードをクリアしたの俺は。ね、当たっちゃった。もうクリアした、30分ぐらいかけてクリアしたんだけどね、この鈴子ちゃんとも頑張って激闘を繰り広げて、クリアしたんだけどさ、もうこのゲームの取れてないはすげえショックだった。すげえ大変なんだから、これもうやったことあるって言ったってこんなん激ムズなのよ、もう本当に。あ、多分ね、わかんない、続編に比べたらこれまだ全然なのかもしれないんだけど、俺はこれでも苦戦するのよ。ミスターこれでも苦戦するレベルで苦手なのよ、こういうのね。あ、行き過ぎたわ。もうなのにうまく取れてなくて、これをもう一度っていうさ、きついわマジで。ちょっと心折れたもん。どうしようかなって思ったよ。チュートリアルクリア、まあ前回の普通の、前回普通にクリアして、で、そのままその後やったの、もう一回このハードモードを。それでさ、すげえ頑張ってさ、ね、すげえ喋りながらすげえ頑張ってさクリアしたんだけどさ、ね、それがクリアできてなくて、クリアできてなくてじゃねえや、クリアはできたんだけど取れてなくて、もうちょっとハードモードはおのおのやってくださいみたいな感じにしようかと思ったもん。もうこれハードモード上げるのと、もう取るのやめて上げるのもやめようかなって思ったもん。でもさすがになーって、あの終わり方してそれはないよなーって思って、あーちょっと今ミスった、早かった。んな鬼畜ゲームね、そんな何度もやるようなゲームじゃないって通れないよこれ。こんなんねえ、まずい、やだ、いけない、よっしゃー、いった。いや、こんなん何度もやんのほんとしんどいんだって。めっちゃ得意な人はこれいけんのかな、全然余裕で。あ、やりすぎだ。これマジでタイミングとこの押すジャンプの強さ超むずい。なんて狭いんだ。えい、ああ、オッケーオッケーオッケー。待って待って待って。そう、いけるって、いけるって、いけるって、いけるいける。あー、よし、いけ、よし、いったいったいった。はあ、これはきついっすね。これめっちゃむずいのよ、俺苦手なのよここ。この速さだから、もうこうやってジャンプして、あ、そうね、うん、何今のジャンプ、乗れ、乗ってくれって。あ、これもジャンプのタイミングだよね。あ、うん、あ、何やってんの。いや、本当にさ、なんかね、前回さ、そのなんていうの、最初の普通にクリアした後に続けてやったから、その勢いってのもあって、もうちょっとうまくいけたのよね、流れっていうのもあって。いやー、もう、よし、いった。なんかさ、あー、落ちちゃった。もうやばい、危ない、マジでどうしようってなったからね、悩んで。で、今別日で撮ってんだけど、前回そのまんま流れてやったんだけど、もうさ、撮った後にさ撮れてなくて、ちょっともう無理だってなってさ、その日はやめちゃったのもう。で、まあ、また別日でこうやってハードモードだけ撮り直してるっていう状態なんだけど、マジできつい。あ、早い、ジャンプが早い。いや、さ、なんていうの、なんか録画がうまくいかないってさ、たまーにあるの。たまーにあんだけどさ、何もこのゲームじゃなくてもって思ったよね。このゲームでそんなうまく撮れてなくないとか、それはないってって思ったもん。いやーね、チュートリアルでもまあまあ俺は苦労したのにさ、そうだからやっぱこのハードモードで100回以上死んで、やっぱりまあ前回っていうかその前にね初めてやった時は多分それで1時間ぐらいかかってんの。うん、で前回やった時にさっき出てたけど45分ぐらいでクリアしたんだけどさ、すげえ満足感だったのよ俺。初めてじゃないんだけどすげえクリアして満足感、すげえ満足してたのにこれよね、やってやったぜっていう感じでさ、ああね、これはねマジでね、ジャンピってなんだよねジャンプのタイミングがシビアで、あ、早いかも、うん、ジャンプのタイミングがシビアでさ、俺今って思って飛んでんだけどさ、遅くて飛べてなかったりとかさ、うんね、でそれをさめっちゃ頑張ってさクリアしたのよ。クリアしたんだよ本当に、信じてよ。まあこれから見せるけどさ、あーマジでショックだったな。ね、そうこのねジャンプのタイミングマジでむずい。よしもう一個一個ジャンプ、あ待って、なんでそうなった？一個一個のジャンプのタイミングが難しくてさ、よし慣れてもむずいのよ。あーダメだ、滑っていっちゃった。こういけよし、うわ危ねえ、いけた。なんか変な生き方したな今、んでこれはクリックヒア、3秒ね、時間式ね。オッケー、じゃあいくよ。こうおっしゃった。オッケーあでこれね、これはもう相変わらずこうね、なんかいやこんなだったんだろうな。トロッコがね苦手なんだよね。でゴートに来て黒柳さん、今回は上 X 下 BLYRA ね。スーファミのドラゴンボールこんな隠しコマンドだったよね。上 X 下 BLYRA でこれ前回やって知ったの。あダメ、アップね、あ取っちゃった。これさおにぎり取っちゃうとさねセーブポイント届かねえのよ。ジャンプ力が著しくなくなる。めっちゃ時間かかるし、いけ頑張れ。おにぎり取るとこうなっちゃうのよ。もうこう上乗れるかな。ちなみに下行くと行き止まりになるからね、閉じ込められちゃうから。ハードモードは上からしかいけない。あー飛んでったわ。こっからセーブいけなかった。持ち上げろ。オッケーでこっからこう、よし。そうこうやって飛んでっちゃうから、飛んでっちゃうのよだからもうここでセーブしとかないともう大変なことになってな。これうまくできないんだけど、これダメだわ。めっちゃ飛んでく。もうスマブラだったら終わってる、負けてる。いけたいけた。で上 X 下 B でしょ。またこれポーズだね。上 X 下 BLYRA で、これでパーフェクトクリア。しゃあいった。いやよかった。結局今回も30分ぐらいはかかった。いやこれきつかった、マジで。ハードモードまたやんのってなってね。エンディングです。うん、これ多分続編の絵だと思うんだよね。うん、いやーきつかったよほんと。何がきついってマジで取れてない。え、マジでこれどうにもならない、えってなった時マジできつかった。うん、これをプレイする、まあ楽しいからさできるんだけど、あまりにも鬼畜だからね、どうしようってなんのよ。え、これもう一回やる、もう一回取り直すの、やるのってなんの。まあ頑張ったよ。うん、頑張って取りましたよ。いやー難しい、難しいけどマジで面白い。その日は心が折れるけど、またこうやって俺別日でやり直して取り直せるくらいには面白くてできる、ね、心温まるハートフルアクションゲーム「ショボンのルキミン」。ハードモードもクリアです。これでだからうん、最初のやつはショボンのルキミン1はクリア。このゲームはハートフルではなかったね。心折られたもんだって。そう、ということでね、ショボンのルキミン、まあしたら次は2作目だね、ショボンのルキミン2をね、また今度やっていきたいと思うんですけども、いや大変よね。うまく録画がうまくできてないっていうのはマジできついね。うん、なんだろうね、この鬼畜ゲームっていうのも嫌だけどね、まあ、ノベルゲームとかさ、その読み物系でもさ、一回撮った後に録画できてなかったらさ、もう一回これをやるっていうのはちょっとどうだろうってなる時もあんだけどさ、なると思うのね。でもこれじゃなくてもって思っちゃうね。うん、はい、ということで今回この辺りでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた。